我々の考えが正当であることを主張、立証してまいります。裁判所には憲法と法律に照らしたご判断をいただきたいと思っております。基地は沖縄に置き続ければよいとの固定観念で一方的に基地を押し付ける政府の対応は沖縄差別の表れであり、法治国家の法の下の平等の原則に反するものと言われても仕方ありません。県としましては今後訴訟の場において我々の考えが正当であることを主張、立証してまいります。裁判所には憲法と法律に照らしたご判断をいただきたいと思っております。